いよいよこの時が来ました。今まで派生アイワナばかりやってきたんですが、まあやっぱりね、その全ての派生アイワナの元凶となったこの本家アイワナビーザガイをやらなきゃいけないなと、いよいよ思い始めまして、今回、プレイしていこうと思います。さてどれぐらいで、まああのね、初見ではありませんので、なるべく早く、デス数をなるべく少ないようなイメージで、楽しくやっていきたいと思います。はい、はじめまして、ジュンジーと申します。ではさっきね、もう冒頭でお話しした通り、初見ではないこのアイワナビーザガイ本家、いよいよプレイをしていきたいと思います。じゃあ早速いきましょうか。スタート。さて行くぜ。あ、ちょっと待ってくださいね、コントローラーの設定します。よし、大丈夫かな。じ�あそうだね、セーブデータ1いきましょう。ほい、でニューゲーム、ちょっと待って、ハードじゃないよ、ミディアム、ミディアムでやってきます。よし、では始まりました。ここ元凶ステージのあれだな、あれちょっと待ってよ。あ、やっぱりちょっとボッシーを今同時でやってるんですけども、ちょっと感覚が鈍ってますね。そうか、まあいいや、行こう。じゃあ行きますよ。そうだ、ボッシー慣れしちゃってると全然違いますね、本家というか、このあ、やべ。よし、では改めてガシガシ進めていきたいと思います。いくぜ。まあ、いろんな方のね、実況者のそのプレイを見ているので、大方分かっているつもりなんですけど、あ、やべ、意外といけないというね。あのね、直近でも私がよく、あ、やべ、うわお、動画を、アイワナ動画をね、見ている同じくこのアイワナ実況者さんのね、アイワナで、その方も初見ではないんですけども、アイワナをプレイされていて、アイワナっていうかこの本家をねプレイされていたので、よし、 OK、 それで見たので、記憶がまだね新しくて分かるんじゃないかなとは思いつつも、危ねえ、意外と覚えていないというこの感じ。あ、やば、あ、あ、まあ、いっか、ちょっと待った、危ねえ、復帰。なんかね、本家これジャンプ高くないかな、ちょっとそこが違うような気がしますね。やばいやばいやばい、おう、まずは大ジャンプして OK。 あー、そうか、そういくのか、これ上上がれるんじゃないかな。ということで今回ちょっといろんな発見をね、もう初見じゃないのでしてこうかなと。あ、これいけるね、こっちから行ってみるルートをちょっと作ろうか。あー、欲しい。ちょっと厳しいか、まあ、いけそうな気もするんですけどね。ちょっと今回は普通に行きます。結構やられましたね、ここ。よし、じゃあ普通に行こう。普通に行くとするとどうだっけ。あ、う、普通に行くってどうやって行くんだっけな、これ。こう、こうか。よし、 OK、 セーブ。こっち行けたよね、確か。あ、そうだよね。なんかブロックがあれ、どっかにあったと思うんだよな。隠しアイテムも取っていくか、なるべく。よし、ここか。次は、あ、そっか、なかったな、今。あぶね、あぶね、もういけるでしょ。 OK。 でここも多分ブロックがね、あぶ、やばい、ぐー滑らした。どの辺にあったかな、あの富士山の上かな、富士山とか、お山、よし、あった。で多分あったね、そこね。よっ、あれあれあれ、あー、懐かしいところ、フォーエバーで見たところに来ましたね。来たんじゃないか見えてるだけか。多分この辺にあるような気が、家の上。あー、オッケーオッケーオッケー、家とあの間で、ここここ、よし、もういけるでしょ。あれ、あ、やばい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 、あ、そっか、上に上がっていくのか、これ。ここここで、多分この辺にあった、しとる。で上に上がって、あった、アイテム1個。あ、そう、言い忘れましたけども、ゲームオーバールームか。今回は、アイテムも取って、このアイワナビーザガイは隠しアイテム全コンプリートの、ガイ撃破を目指していきたいと思います。そうだね、冒頭で言わなきゃいけないね。
よし、帰ってきた。まあここは確かこれ取ったことになったと思うんだけど、とりあえず戻ろう。うん、危ね。よし、行きましょう。ほい、次はこの上に登ってマイク・タイソンを倒しに行きましょう。いや、いいですね本家。ちょっと、おっと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 、セーブ。よし、ああそうか、雷降ってくんのか。やっぱ初見じゃないっていうこの楽しみもありますね。ちょっとこう、こうなんていうの、分かっ、あ、やばい、うー、しまった。分かっている楽しみっていうのもありますね。あそこって雷降ってきたっけな。とりあえず、あ、降ってこないか。星来たよね。あぶね、セーブ取れるでしょこれ。オッケー、いいね。やっぱ本家はやっぱこの、あやっぱ忘れてるところ結構ありますね。よっ、あぶね、多分ここも、あ、え、あ、あー、今の飛行機、あ、ちょっとあの右下リボン荒ぶってますけど、今の飛行機か。あのフォーエバーのラストステージで、あの溶岩地帯でキッド君すごい追いかけられた時ありましたよね。あ、あの飛行機に追いかけられたんだ。じゃ本家に出てきたってことですね。あ、知らなかったな。いいですね、そういう発見があるっていうのは面白い。まあ相変わらずリボン荒ぶってるけど、オッケー。さてと、あ、ボスか。よし、これはまあ初回は見ますか。飛ばせたよね確かこれ。結構長い。あ、でもさ、アイワナ、なんだっけな、ガイ、ガイデンか、プレジャーでも、ボクス、タイソンじゃないんですけど、ボクスターと戦った記憶がありますね、どっちかの作品で。さて、行きましょう。これ、顔なんですよね、確かね。さあ、来い。結構、これ飛ばせないと長いな。あれ、まだ動けない。結構長いですねこれ本当に。もし、あ、やばいやばい。で、確か、あれ、あれ、あれ、あ、あそこで顔に当てんだっけな。顔ってか口か。よし、来い。オッケー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 、いいぞ。床が壊れてくるからそこが注意ですね。1回目でいけるかなこれ。やばい、うっそー、やられたぜ。よし、あれ、あ、口にも当たり判定あんのか。あ、そうなんだ腹立つ顔してんな。危ない危ない。オッケーオッケーオッケー、いいぞ。あと1戦か。確か3セットで終了だったと思います。ちょっと早くなんだよね。やばい、あぶね。ちょっと待って待って待って、届かない届かない、そこ、そう、マジか。あ、やばい、これまた、あ、なんかすごく悪いですねあれが。今回ちょっとその辺で、あ、いける。よしよしよし、倒したろ。多分行ったと思うんですよね、記憶が確かであれば。あ、よし、オッケー、クリア。あ、でこれ確かセーブ取り行かないといけなかったような気がする。ここで取って行こう。よし、いやー面白いですね本家。やっぱよし、ゲットで、はい、綺麗ですねこれ、サムネにしたい。あ、あの月が追ってくんのかこの先。なるほどね、なんか面白いですねそうやって余裕を持ってみると。よっと、あーあ、またフォーエバーステージ、ここせり上がってきたんですよねフォーエバーだとね。あれ、ちょっと待って、あ、取った後か。あ、取った後じゃなきゃダメなんだ。あ、そういうこと、もしかして。よし、オッケー。
さてと、あのアイテム取ってからセーブか。そっかそっか。さてと、やっと2回目倒しました。TKO。さて、取って、じゃあセーブしに行きましょう。これ大丈夫なんじゃないかな。よし、まあ、いっか、行こう。まあ、このね、この先を一発で決めればいいだけの話なんだけど。よいしょ。いけ、よし、来た。やべ、うー油断。よいしょ。あれ。オッケー。セーブ。左行くと戻っちゃうんですよね、これ確か。ああ、そうだよね。よし、じゃあ、うわ。オッケー。ああ、もうすごいな、ここ。よいしょ。ああ。うわわわわ。で、多分月が追ってくるんですよね、ここは。うわー、飛ぶのか、それ。あぶね。よし、で、月が、確か、あれあれあ、うわうわ、なんか。よし、そしたら、あ、月出して、オッケーオッケー。よしよしよし、いいぞ。で、潜る。ここは一緒ですね。来た来た来た。入る。アップね。で、当たり判定があるというね、これ。ゼルダステージですね。ほんと、スタート地点なんですよね、これ。確か、ゼルダの伝説の。よいしょ。あ、うん。その辺で咲く。うわお。ああ、もうこれ。キッド君のジャンプに合わせて振ってくるのか。あべ、くそー、攻撃的なリンク。オッケー。あー、来たー。夜の草原ステージか。しかし、ま、うわ、なんかすごい処理落ちするな。あれ、あー、もう二段が出ない。ここなんでだろう。よいしょ。よ、青。オッケー。早くなるんかい。最後のところが難しいな、これ。ここ、この後。あ、よし、やっとくれた。危ねえな、もう看板。危ねえ危ねえ危ねえ。看板じゃない、破壊者。危ない。いや、難しかったな、ここ。あとはちょっと待って、こいつ確か、うー、よしよし、撃破一体。くそー、もう邪魔邪魔。あれ、当たんない、弾が。よし、倒した。よし、セーブ。オッケー。で、これは危ない危ない危ない、なんか危ないぞこれ。うえ、あぶ、うわー、お手が出てきた。くそー、いけたのにな。危ない。よし、いいぞいいぞ。またお前か。ちょい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 。よし、オッケー。セーブ来い。あれ、セーブ取れろ。よし、オッケー。いいね、いいですね。あれ、これさ、ちょっと待ってね。セーブ使って上まで行けるかなと思ったけど、行けなかったですね。まあいいや。よし、普通に上がっていけばいいのかな。あうー。オッケー、セーブ。で、で、あー。よし。いいですね。あっと、危ない。危ない危ない。え？あー、てか。よし。危なかった。で、確かこれ、月が折ってくんだよ。危ね。よし、来ました。で、隠しエリアなんですよね、ここね。行きますよ。お、アイテムを取り行く。
あれ、うわー、滑れなかった。よし、オッケー。あら、崩れんのか、そこ。あれ、ちょっと待って。ああ、そこも、はい、あんのか。ああ、じゃあ一気に飛んじゃなきゃダメか。よし、オッケー。いいぞ。ようやく取れた。じゃあ先進みましょう。よいしょ。あ、来た。キャサリン戦ですね。さて、まあこいつはどこだっけ、頭を打つんだっけな。なんか赤いのが、あ、そう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 、よしよし、いいね。いやー、一つ前というか、あの隠しアイテム難しかったな、本当に。来た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 ぞー。ちょっとやっぱりフレームレートが低いのかな、若干カクカクするようなイメージというか。やべ、こいつら何残るのか。あー、そっか、どこまで、そう、こいつら倒さないとね、残るから。あぶね、あれ残んない時もあんのか、よくわかんないな。そしたら、あぶね、結構いい BGM ですね、これね。あぶね、危ないな、もう本当に。まずあいつらを倒さないとちょっとダメですね。危ない、あいつら残していっちゃまずい。あ、ちょっと待って待って待って、うー、よし、多分次のターンで壊れるから、ここで、よしよし、危ね、危ない危ない、うわー、お、よし、いい感じじゃないですか、これ。オッケーオッケーオッケー。あれ、あ、そうかそうか、あー、今度赤いのに当たり判定が出てくるのか。ふう、なかなか手強いキャサリンちゃんだぜ。頼む、行け。危ない、よし、倒した、やっと倒した。結構強かったな、このボス。あの、他の方のプレイを見ているとそんなに強そうじゃなかったんですけども、結構自分でやると強い、このボス。よし、セーブ。よし、じゃあ行きましょうか。うわ相変わらず当たり判定あんだ。よし、 OK。 さあ、取りま、あーっと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 、マジか。そこ抜けるから、もう全部抜けると思って飛ぶか。よし、 OK。 あー、来たー。よし、行きますよ。青。よし。OK。これは慎重に行こう。あー、そう、トラップ付き。そして、OK。いいぞ、セーブ。青。意外とここ難しい。あ、やべ。で、一回でスルスルっていくのね。よし。で、セーブ。ああ、ここか。竜巻旋風脚か。よいしょ。ここね、こういうとこ難しいんだよね。セーブ。オッケー。あれ？で、止めて、竜巻出してから、だよね、確か。怖い。よし、オッケー。あれ？危ねえ。で、またオンにして戻ってくると。
あー怖い、危ねえな、もうおっかね。あ、いけんのか。よし、慎重にね。で、オンで、上に飛ばして慎重に。オッケー、ここもね、頼むよ。怖い、おっしゃ来た、オッケー。そして自分も上に上がってくんだよね、確かこれ。おっしゃ来た、ドラキュラエリア、悪魔城ドラキュラエリアですね。あ、倒せるんだ、オッケー。あれ、ここか。あぶね、セーブ欲しい。あ、セーブが欲しいぜ。あぶ、あ、やばいやばい、あ、また、そう、あ、もうダメか。あ、あ、こいつ当たっても大丈夫なんだ。よいしょ、あ、そっか、じゃあそんなにビクビクする必要もないですね。よし、あ、懐かしいな、昔よくやりましたね、悪魔城ドラキュラ。あ、うお、あ、石化されるのか。あ、なるほどね、メデューサってことですね。よし、やり直し。あの、昔ね、ファミコン私もやってたんですけども、まあ知ってる人もいると思うんですけど、当時あのディスクシステムっていうのがあって、まあそういうのがあったんです、あるんです。で、それで悪魔城ドラキュラの作品が、あ、やべ、あ、よかった、ここで。あれ、よし、あぶね、なんかここ意外と難しいな。あ、うわー、マジか、なんだ今の軌道。 OK、 来れた、いいですね。あ、やばい、雑に行き過ぎたな。よし、じゃあ、おっと、 OK、 いいね。そしたら、あ、ボスか。よし、悪魔城ドラキュラはね、そのディスクシステムでよくやってたんですけど、あのゲームも本当に難しい。あの、アイワナのようにあんま喋ってるところで喋んない。2回目は飛ばしますね。そう、そのドラキュラはね、一発じゃなくて体力制だったので、あ、あれ、あ、あれは避けなきゃいけないのか。そう、体力制だったんで、まあ、そんなに難しいように思えないんですけどね。そのアイバナのように一発ではやられないんですけど、それでもね、難易度がめちゃめちゃ難しいゲームでしたね。子供の頃は結構あの泣いてました。よし、行きましょう、飛ばすよ。はい、さて、あ、全部聞くとやられるってことか、そういうことかな。あれ、こいつ顔だっけ、弱点。あ、あれ、これは、あれ、これ、これなんだっけ。あ、一定時間か、顔が弱点だっけな。あ、そうですね、顔か。 OKOKOK、 まあこの出現位置が、うわお、さあどっから来る。あ、いいね、端っこ、いいね、端っこ、そういう感じで来てくれると助かるんだけどな。よしよしよし、いいぞ。それは、あ、それは別にいいか。てか結構今の攻撃はダメージチャンスになるから、どんどん打ってきてほしいとこですね。これは危ない危ない。わー、これか、やらしい攻撃。うーっとと、よしよし、あ、来た来た来た、危ねえ、いけいけ、あっちに。あー、よかったよかった、それで助かった。あ、いけ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 、あっち、よしよし、オッケーオッケーオッケー、いいぞ。やべ、うー、それが来るとは、あんま近づきすぎもダメですね。そう、体力あるな。そうね、こういう時、そうそうそう、このリンゴでやられるから注意が必要。
あ、いいねいいね、そのパターンいい。あ、ちょっとなんか速くなってない？あいつやべ、アップね。うー、ちょっともっと向こうに、アップね。あ、倒した。ちょっと待って待って、何あのリンゴ。え、あ、よかった。オッケーオッケーオッケー、よし撃破。オッケー、帰ってきたぜ。よしで、今まで倒したボスたちが出てくると。まだ鍵は開かないですね。じゃあ戻って次行きますか。